こんにちは6月29日木曜日 IG 証券ランチエクスプレスの時間です今日はハゼベキャスターがお休みのため代わりに小川が担当いたしますよろしくお願いいたしますまずは昨日の海外市場から振り返っていきますはじめにアメリカの株式市場ですこの日は利上げ長期化の思惑を受けて強弱まちまちの展開となりました 個別では目標株価の引き上げが好感されたネットフリックスが3%上昇しました。次にアメリカの債券市場です。この日の ECB フォーラムのパネル討論で FRB のパウエル議長は改めて追加利上げの姿勢を示しました。しかし親身にかける発言内容だったことから債券市場の反応は限定的でした。続いてニューヨーク原油先物です。 アメリカの原油在庫が市場予想以上に減少したことを受けて反発して終えました最後にニューヨーク金先物です FRB による利上げの長期化を意識する状況が続き続落して終えています以上海外市場の振り返りでしたここからは最新の市場動向の分析をお話しいただきますお話は IG 証券シニアマーケットアナリストの石川純一さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさて、はい、今回のテーマなんですがアメリカ市場が見据える先の展望ドル円の新たなレジスタンスポイントということですはいそうですね早速サマリーから見ていきましょうかはいまずサマリー一つ目ですインフレリスクの先を意識するアメリカ長期金利 二つ目が米ドル安対円安と戦い、三番目ドル円の展望と新たなレジスタンスの候補ということです。はい、そうですね。あのタイトルの方で米国市場とまとめはしましたけれど、その米国市場の中でもよりですね、やはり米債市場、特にアメリカの長期金利の動向が、えー、今回重要になってきます。はい、そこを踏まえた上でですね、えー、アメリカのナスダック指数の動き、そしてですね、えー、今回のもうちょっとテーマである外為市場のですね、米ドル相場と。 円相場のですね、全体的なですね、今の状況をですね、振り返ります。はい、そして最後には三番目、ドル円の展望とですね、新たなレジスタンスポイントの候補ですね。はい、こちらをですね、見ていきたいと思います。はい、はい。では早速ですね、こちら、えー、アメリカの債券リーバリのチャートを。 見てみますとこちら、2022年以降、ラインチャート、冷やしのチャートを持ってきましたと、で黒のラインが金融政策の方向性に敏感な2年債利回り、で青はです、ねまあ景気の動向を反映して動く10年債利回り、まあ、長期金利ですね、こちら2つの利回りを見ていきますと、ほぼほぼ同じ動きをしておりますの、ねはい、で、2023年に入ってから、まあ、あの上昇する局面は見られても、まあ、上げ止まりの感も出てきているかなと。 いった印象を受けます。はい、じゃあこういったですね、えー、のートレンドの流れを受けまして、えー、踏まえた上で次のですね、えー、チャートを見ていきましょう。それが、えー、こちらになります。 はい、上がです、ね、アメリカの実質金利のチャート、まあ、2年の実質金利と10年の実質金利それで黒と青のラインで示しました今度、はい、下のほうがです、ね、上昇幅拡大しているナスダック指数ですねナスダック総合とです、ね、さらにそこからです、ね、100メーガルを選出したナスダック100指数を持ってきました、うん、でここでまず注目していただきたいのはあの左側緑と赤のゾーンに分かれておりますけれどこちらはです、ね、金利が低下するとナスダック指数が上昇して 逆に金利がです、ね、上昇する特に長期金利が上昇するとナスダック指数が下落するというかです、ねまあ、ある意味、相関性が見られると、うんはいった状況が見られますとただし、転戦、まあ、大体5月以降の状況を見ていますと、はい、まあ金利が上昇しました、うん、やはりあのインフレはなかなか収まらないんじゃないかとそうするとパーウエル FRB 利上げ長期化するんじゃないか。 といったところから金融政策の方向性に敏感な2年債り回りはですね右肩上がりのですね上昇トレンドを描いておりましてかつ実質金利の方もですね同じムードになっているとでもですね青いラインの10年の実質金利を見てみますと確かに上昇する局面は見られましたけど今グレーの矢印が示す通り横ばい推移なんですよね、はい、でこれらが示すところは非常に重要なポイントかと思います、はい、でそのポイントに行く前にまず今度はナスダック指数の方を見ていきますと2年債り回りと同じように緑の右肩上がりの 矢印が描けております、ね、でも株高ですよねと、はいまあ、もちろん AI をテーマにした買いが入っている,いるということはもちろんあのその通りなんですけれど、えー、やっぱりこのも、ねえー、いろんな将来のことを、ね、示唆する動きかなと考えております、うん、じゃあそのした動き、まあ、注目ポイントは何かというとまず1番目追加の利上げを意識これはですね、えー、実質金利2年利回りの方ですねこちらはです、ね、やはやり、あのー 金銭川がの方すに敏感ということありますのでやっぱりこの追加の利上げが短期的には意識されていると、はい、しかし2番目と3番目青い文字で記した部分ですねここが非常に重要で、はい、長期金利青いライン横ばい推移ですよねと、うん、じゃあなんでこういうふうになっているのか高派の FOMC さらにその後、えー、パウエル発言、はい、高派が続いている、えー、発言が内容は続いていると。うん とということは2年さり回りに追随して10年回り上がってもおかしくない実質金利も同じトレンドを描いてもおかしくはないとは思うんですけどそうはなっていないという状況が非常に重要なポイントかなと思っていますなぜかといいますと、はい、やはり10年さり回り長期金利というのは将来の景気動向を反映して動きますとじゃあそうなってくるとです、ねえー、将来の景気動向は当然インフレに左右されますそれが上がらないということはやはりです、ね、パウエル FRB はまあインフレの抑制には成功するであろうと今のです、ねえー、利上げのですね、えー スタンスを維持することにするであろうと、そうするとインフレはやっぱり鈍化していくだろうといったことをまず一つ織り込んでいると、はいで、かつインフレが鈍化していくということは、今、需要をですね減少させる政策をやっておりますので、当然その先、もしくは同時にです、ね、景気の後退も発生するであるあ減速も発生するであろうとで、景気が減速し続けると当然景気の後退ですよね、リセッション、まあ、こういったところもね、えー やがててくるるるででであろううとったことをですす、ね、に先取りしているような感じが見受けられんだからこういった形で、えー、2年歳実質金利も含めての2年歳利回りは上昇しているとでも長期金利10年歳利回り実質金利の方はです、ね、横ばい推移になっているといったまた先状態になっていますと、ねえー、いうことがまず重要なかなと思います、えー、じゃあそれを踏まえた上で今度スなック指数の方を見ていきますと上昇しています、まあ、AI がテーマとしてはですね、まあ、買いが入っていることはもちろんなんですけどやはりこれが示すところは、ね、将来の 利下げ緑の文字でで示した部分ですねもう利下げなんです、ね、そうですすねねそう利利下げ利下げげ年内利下げだとか言っておきながら <laughs>、えー、もうあの短期金融庁の方ではですね、えー、いや年内利下げなくなっちゃったねみたいな今状況になっておりますよね。はい、で来年1月にあるんじゃないかみたいな状況になっておりますけれどただですね、えー、上の黒い文字追加の利上げを意識しいしされてはいますけどこれは短期的なテーマだと、はい、むしろ重要のこの青い2つの部分ですねこれが長期金利が。えー えー、意識してですね長期金利がですね、うんえー、上昇を抑制されているのならば当然、株式市場の方ではですね長期金利の上昇が抑制されているとかそれ自体もまたプラス要因でありますので、えー、そうするとハイ,テク比率の高いハイテク株比率の高いナステクシステムとではプラス要因であると、うん、そこに AI といったテーマが重なることによって指数、えー、の中でも上昇は拡大しているというふうにそういったことはですねやはりあの今、米国市場、はい、特に長期金利を中心とした米国市場が、ね、見せている先の展望なのかなというふうふに考えることができますね。はい、うん 次のスライドちょっと見ていきましょうかはいこちらですねアメリカの期待インフレ率のチャートそうですねはい。ではなんで、えー、米債市場の参加者はですねまあパウエル FRP がですねインフレの抑制に成功するのかなぜそう考えているのかということをですね、えー、その理由としてですねこの期待インフレ率がやはりですね低下しているこれが非常に重要なポイントかなと考えておりますこちらですねミシガン大学が月に一度ですね、えー、まああの 公表しているまあ期待インフレ率、一年先の期待インフレ率とより長期、まあ五年十年先の期待インフレ率のチャートですね、えー、データをですね、ラインチャートで持ってきました。まと、あ、もに三パーセント台ではあるんですけれど、問題はその傾きですよね。例えば上のラインの一年、えー、先のですね、えー、短期の期待インフレ率、まあ来年ですよね。はい。上がってピークアウトして今下がってるんですよね。はい。 でかつ5年、10年先の,です、ねまあ、あのパウエルエフォルビがです、ねえー、注視していると言われているこの期待インフレ率も上がってはいるんですが大体です、ね、3%前後で今、高止まりしてです、ね、右往左往していると、はい、でこういった状況を見ているともう来年に関してはもう完全にピークアウトしているよねとで長期的に言ってもインフレは根強いけれど今後ピークアウトしていくよねといった思わかい背景にこのライン、えー、推移から伺かえるとで。米債市場の参加者も当然ここまで 急速な利上げを行ってくれば景気は引き込むであろうし、まあ雇用は強いけれどその雇用も強さもやはりいずれはどん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 削がれていくであろうといったことも想定しいるわけなんですよ。はい、じゃそうなってくると長期にはなかなかですね、高ハノエ法案の信用を受けてもパワウエル発言を受けてもなかなか金利が上がらない。むしろですねえ根強い買いが減ることによって十年債利回りはですね債券買の金利の上昇抑制があることによって、え。ー ドルスあのー、株式市場にとってはプラス4位になっていると,と,い,ということが伺いますウェル議長としては、はい、立場的にはもうハト派のことば少しでも言えないような状況ですよね。言えないですよね。ここまでやっぱりあの金融政策ずっとあの引き締めてきておりますので、えー、ここで下手にあのタ,カあのタカ派からハト派のです、ね、発言に転換しようものなら、うん、今までの,その生活策のですねやっていくことが無駄になってしまいますので、うん、やっぱりそういったところは言えないですよね。うん でかつですねまだまだあの期待インフレ率もちろんーピークアウト1年先ピークアウトをしているとはいえですね、はい、やっぱりまだまだ今後どうなるかは分かりませんのでクラッシュするっていうことだって可能性としてはもうなきそなパターンとしてはやはりコロナショック以降ですねもう何が起きてもおかしくない状況で <laughs> マーケットも世間もなっておりますので <laughs>、えーまあ、そうなってくるとですね、まあ、あのやはりですね何があってもおかしくはない、うんま、可能性は低いけれど、まあ、最悪のリスクも常に想定しながらも、えー、現状はです、ね、こういったデータを見ているとやはりインフレはもう ピークアウトをして今後鈍化していくであろう。うん、で長期金利はですねそれを先取りしてですね、うん、さらにその先のお景気の減速であるとか構成もですね、えー、まあ折り込むような動きも見られているということはですね、えー、非常に重要なポイントかなと考えております。はいはい、ではですね金利の動向とおまあ株式の動向まあなせなく指数の動向を見ていきましょう。今度はですねこちらのチャートを見ていきましょうか。 株高トレンドと失礼しましたアメリカの実質金利とアメリカドル相場のチャートですねそうですねでこちら今度はです、ね、実質金利と米ドル相場の展望を見ていきますと こちら3月以降のデータをラインチャートで持ってきました。上はです、ね、黒いラインが引き続き2年債の実質金利。そして下がです、ね、青いライン、10年債の実質金利。そしてです、ね、緑のラインでベドルスーバーのトレンドを示すドルインデックスのデータをラインチャートで持ってきました。でこちらはです、ね、4月前、3月はです、ね、実質金利が低下することによってドル安が見られました。4月以降はです、ね、実質金利が今度反転して、反発してです、ね、上昇ムードにありました。そうするとベドルスーバーは底打ち感を強めて反応を遅れましたけれど、まあ 徐々に上昇無動にありましたしかしまたトレンドが6月変わっていますと 2>,、えー、2年差利回りはです、ねえー、実質金利も含めて上昇トレンドを維持していますとでもです、ね、今までお話ししてきた通り青いラインの10年の利回り実質金利はです、ね、横ばい水位を転じている、うん、じゃあこの状況を受けてドル円はどっちに反応しているかといいますと、えー、やはり長期金利横ばい水位に反応している節が伺えますよね。はい、えー ラインが低下しているということは。そうですよね。ドル安ですよね。これ毎日ドル円見てると、うん、あれよあれよという間に、こう、うん、基準のところをブレイクされて、上に上にいってる感じがするんですけど。<laughs> そうですね。そうするともう円安が進行して、ドル高なんじゃないかっていうふうにですね、えーえー、思う方もいらっしゃると思うんですけれど。実際にこのドルインデックスのチャートを見てると、ライン下がってるんですよね。はい、じゃあ、なぜかといったところをですね。次のスライドで見ていきましょうか。はい、株高トレンドと金融政策スタンスの差。そうですね。はい キーワーワドはまず株高トレンドがです、ね、6月以降です、ね、加速したということですね、はい、じゃあそうなってくるとベイドルも円もです、ね、あの安全通貨としての妙味があるということがです、ね、言われておりまして、はい、株高イコールリスク先行ということは安全通貨としての妙味は薄くなるわけですよね需要が後退するわけですゃあそうなってくると当然ドルも円も売られやすい状況になるということでまず左側のおーバーチャートを見ていきますと、はい、ベードル相場、下に行けば行くほど青いバーチャートがです、ねえー、下に行けば行くほどドル安が進行しております。うん いう意味なんですけれど、まあ取りやすいですよね。総じて使用が高いですね。ただし、一番左足の緑のバーチャートだけを見ていきましょう。<laughs> 一番下に JPY と書かれております。はい、これはまあ我らが日本通をということで,ですね。はい、<laughs> で、これに関してはもう緑で書かれているようにですね、ドル高であると。<laughs> ぶっちぎりですね。<laughs> <laughs> なぜか知らないけど、JPY だけは、えー、緑のバーチャートのドル高が出ているということですね。はい、ではこれを踏まえた上で次ですね、右側のバーチャートを見ていきましょう。円相場。はい、こちらはですね、あの緑のバーが一切 表示されず<え>もう濃い青のバー要はです、ね、円安が進行していくことがわ、はいえー、かりますと沈黙瞭然ですねそうですねやはり株高トレンドによって米ドルアス対円安が進行しました六月以降ですねただしこの一番左足の緑のバーチャートプラスのバーチャートが示す通り ドルは円に対しては強いんですよね。はい、ということは、ドリアス対円安の戦いに今外為市場なっている。この点はまず踏まえておかないと、<ー>やはり今後ですね。年後半のベ米ドル相場のトレンドを見、ま、あのう、誤って知らなというふうに考えることできます。た<ー>だ、もうすでにドリアス始まってるんですよね。はい、でも、円安があまりにも過ごせるために、このドリアスを見落としがちな状況に今あると。はい いうことがですね、えー、今の外為市場ですね見落としちゃいけない部分かなと思いますそうですねことドル円で見てしまいますけれども、うんうん、本当グローバルで見ていかないといけないんですね,そうですね主要通貨で見るとやはりですね、えー、ドル安が6月以降進行しているこの点がですね、はい、重要なポイントかなと思いますはい。じゃあですね、えー、このトレンドがですね、えー、変わるのかどうかドル安だったら大円でも変わるんじゃないか、うん、みたいなですねまあ憶測流れでもおかしくはないんですけれど、はい、ただいかんせん二つ目のキーワードやはり金融政策スタンスの差、えー、ですよねまあ パウエル FRB のですね利上げサイクルも終了局面に近づいておりますけれど、うん、ただ、まだまだですね、えーまあ昨日の ECB フォーラムの討論会でもあの連続利上げ可能性を示唆してきました。はい、じゃあそうなってくるとですねやはり 緩和ススタンスをまだ維持している上田日銀、まあ、の7月の会合で YCC の修正を行ってくる可能性はありますけれども、はい、それまだまだ1か月もありますので、うん、まあそうなってくるとやはり金融政策スタンス差というのはまだ意識されやすい状況が続く、うん、その時の目先ですね、えー、この金融政策スタンス差が解消されに向かわない以上ドル、はい、というのも,もう一段上に取られる状況を想定しておくべき状況が続くのかなと考えております。 おります。そのもう一段というのはどれくらいの水準なんでしょうか。非常に難しいこと。<laughs> <laughs> はい、じゃあ、えー、次のスライド、ちょっとその点を見ていきましょう。はい、はい。はい、こちらです。えこちら、奴隷の冷やしチャートなんですけど、えー、昨年の秋以降ですね。えー、の、九月以降のね、えー。チャートを冷やしで持ってきました。はい、で、まずですね、えー。注目していただきたいのはですね。えー、真ん中にちょっと上、二つのライン。 青いラライインンと緑のラインですね、はい、ま,あまずここに注目していただきますとまず青いライン、こちら左側、えー、四角のボックスが、えー、小さいボックスがありますけど、えー、こちらは、ね、145円がレジスタンスとなり、はい、かつ145円の2万レベルがサポートとなった水準なんですね。えー、ということは145円00から20の部分をあのゾーンと考える場合には今、そこに向かっておりますと。 とということはですね、えー、レジスタンスゾーンとして意識される可能性があるということでまずはですね、やはり145円、えー、ブレイクできるかどうか145円でのせたらです、ね、今度は145円の2万レベルをブレイクアウトできるかどうかは、はい、要はこのレジスタンスゾーンをです、ね、ブレイクアウトできるかまず第1のポイントとして見ておきたいと思います。はい 2> 第2のポイントはこの緑のラインこちら V 計算値とありますけれどこちらはですね、えーまあ、3月のです、ね、24日の約、ね、129円の64レベルですねここから138円レベルのですね、えー、この値幅をですねさらに当分上乗せした、えー、要はあの V みたいな。 ちょっとイメージを持っていただくとわかるんですけど、はい、その計算値でいうと146円で大体3号レベルということでありますので、うんえー、まあ145円台にしっかり乗せくるとやはりえさらに1円レンジでどこまで上値を捉えするかどうか、でその最初の水準としてはこの146円の3号レベルですよね。えー、ここまで行くのかどうかというところですね。まあ順々にやっぱり見ていくしかないのかなというふうに考えてはおります。ただ反落してもこの短期サポートライン、まああの3月ですね、えー、24日の休み129円の64レベルここを起点としたですね、はい、短期サポートラインをですね。 過方ブレイクしない限りはやはりですね、えー、緩やかなドル高円安トレンドがやっぱり続くであろうというふうに考えることができますので落、えー、局面ではこのサポートラインをブレイクできるかどうかブレイクするかどうか、はい、かつ138円レベルですねここもブレイクするかどうかというところはですね、えー、まあ中長期的な例えば円高レンドが触れた時にね中長期的な視点ではありますけれど、まあ、目先はやはり上値トライをどこまで上値トライとなるか。 新たなレジススタンスポイントの水準はどこなのか、それを見ておきたいといった状況が続くかと考えられます、ねはい、まずは145円ちょうどから145円20銭の,そのゾーンのラインを注目するということですねは最後に愛人証券の取引プラットフォームで現在の水準を確認します。 ドル円は144円の44,000近での推移となっています強いですねやっぱりそうですね、はい、145円ちょうどまでもう少しというところになってますねここまで IG 証券シニアマーケットアナリストの石川純一さんにお話を伺いましたありがとうございました、はい、ありがとうございました